はい、こんにちは、レトスのオーです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。昨日と今日の2日間限定の特別キャンペーンは本日で終了となります。YouTube の読者様だけ、ホームページの割引価格よりもさらに安い価格で個別指導を受講していただけます。理解学習ができれば、達見試験は1回で合格できる資格です。逆にやり方を間違えれば何度も落ち続けてしまうのも達見試験です。 今年絶対あなたに合格していただきたいです。今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです。一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。キャンペーン価格での個別指導についてはこちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みください。それでは本日の3問に入ります。普通定当券でも寝定等券でも設定契約を締結するためには 非担保債権を特定する必要がある、マルかバツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。えで答えはこれバツですね。普通定当権は非担保債権が特定されている必要があるんですけれども、ね定当権は非担保債権が特定されている必要はありません。よって本問は誤りになります。 で、この問題ちょっとややこしいんですよね。非担保債権って何なのかとか、ちょっといろいろ解説すべきところありますので、別途動画でお伝えいたします。動画については、こちらの右上のお知らせボタン、もしくはこの動画終わった最後にリンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、宅建業者 A、公検知事免許を持った宅建業者 A は、公検知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。 この場合、後見知事は A に対し2年間の業務停止を命ずることができる。丸か罰かという問題です。え答えはツです、えー。2年ではなくて1年ですね。1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができます。まず、指示処分に従わなかった場合、これは業務停止処分自由に該当するんですね。まあ、今回で言うと業務停止処分を行うとで。この場合、業務停止の期間っていうのは1年以内でなければなりません。 したがって、公県知事は A に対し2年間の業務停止を命ずることはできませんので、誤りです。まあ、これは基本的な問題なんで、えー、絶対頭に入れておきましょう。もう業務停止の期間っていうのは1年以内だって、これも覚えたらいいだけなので、これは覚えちゃって構いません。で、3番ですね。都市計画法です。市街地開発事業の施工区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない、丸か罰かという問題ですね。 で、答えは丸です。まず、市街地開発事業ってどんなものかっていうと、もう簡単に言ったらですね、もう公共事業って思っていただいて構わないです。で、この都市計画事業も一つのね、公共事業なので、もう公共事業といったイメージでも問題ないです。で、公共事業のこの施工区域で、えー、事業の障害になる恐れがある行為を行う場合、この具体例が建物の建築なんですね。これ、事業の施工の恐れになりますよね。 公共事業を行っていくっていうのに、建物を建てたりしたら、その土地に建物を建てたりしたら邪魔じゃないですか。事業の障害になりますよね。そのような行為を行う場合は、知事の許可が原則必要になってくるんですね。だから、丸です。で、ポイントっていうのは実はこれ3つあるんですね。で、無料のメルマガ、まあ、今回の無料の動画ですね。では2つお伝えいたします。まず1つ目ですね。都市計画事業の1つとして、 市街地開発事業があるんだということですこれ、先ほどお伝えした内容ですね。都市計画事業っていうのは、いくつかあるんですよ。具体的な内容が。その一つに市街地開発事業があるんだということです。で、二つ目。市街地開発事業の施工区域内で一定の行為を行うものこの一定の行為っていうのは、今回の問題文にもあるとおり、建物を建てたりする行為ですねで。そのようなことを行う人っていうのは、原則知事の許可が必要なんだよ。これも今回の問題文の内容ですね。 で今回の問題についてはこの2つだけでも解けますので、最低限頭に入れておいてください。そして初めにもお伝えをした通り、昨日と今日の2日間限定の特別キャンペーンは本日で終了となります。YouTube の読者様だけ、ホームページの割引価格よりもさらに安い価格で個別指導を受講していただけます。理解学習ができれば、卓券試験は1回で合格できる資格です。 逆にやり方を間違えれば何度も落ち続けてしまうのも達見試験です。今年絶対あなたに合格していただきたいです。今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです。一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。キャンペーン価格での個別指導についてはこちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みください。あなたの受講をお待ちしております。達見合格目指して一緒に頑張っていきましょう。 レドスの小野でした。